宝塚歌劇団が7日、公式サイトで星組トップ娘役、舞空ひとみが、12月1日の東京宝塚劇場公演正解コメディ、記憶にございません、カルナバル、ファンタジア、TIARA、AZULDESTINOTIARASUL、ディスティーノ、の千秋楽をもって退団することを発表した。8日に記者会見が行われるという、舞空は16年、宝塚歌劇団に102期生として首席入団し花組に配属、19年に星組へと組み替えした。同年10月に星組トップ娘役に就任し、レイ・マコトの相手役として、ロックオペラ、モーツァルト、でトップコンビを披露され、人気の首席入団トップコンビとなった。最近では先月31日付で中組の若手娘役2人が退団している。ネットの声、ゆずがこう、星風まどか、月城かなと、舞空ひとみ、今年は人気者ばかり退団していくんですね。学年的にまだまだ活躍できるスターが辞めていく一方で学年が上級生、技術も人気もないのにいつまでも居座るスターがいるのも宝塚の不思議。この状態だから退団したんだろうなと思ってる人もかなりいるよ。熱烈なファンは否定するだろうがさ、やはり中組のことをきっちりけじめをつけるべきだと思いますね。加害者に、いじめ問題に名前が挙がった方が居座る中で一度も噂にならなかった方々が次々と退団していくことに正直違和感しかなく残念でなりません。先日は亡くなった方の同期も、記憶正しく美しくの精神は居座る方にはないのでしょうか。宝塚歌劇団の一連の不祥事を清算するために、中組を解散させて、最初から存在していなかったものとする。また中組男役トップを平に降格。中組所属の劇団員は全員連帯責任として、ハラスメントを上層部に連絡したものを除いて、裏方に移動させて二度と舞台を踏めなくすれば発砲丸く収まるのでは、ハラスメントに関与していない劇団員は関係ない。いや、そうではないだろう。中組劇団員だけで7人関与していたというのなら、ハラスメントは公の場で行われていたか、話ぐらいは聞いていたはず。それがあると知りつつ、目を閉じ、耳をつぶり、口を塞いだ者は傍観者であり、共犯者と何ら変わりがない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。